それもね、まあ、確かにそういう、まあ、一種ある意味そのみんなが望むものを出すというのはある意味こう健全でもあるんですがね、うん、でもこの間例えば先ほどの冒頭に出ましたあのロフテッド機構で ICBM を打ち上げましたね、これも大変な、これ もしかしたらもう間もなく戦争が起こるかもしれないような危機的な状況を、まあ、北朝鮮が出したわけですが、その時も朝から晩までテレビは相撲ばっかりですよ。まあ、例のその花幕寺の、はい、その墓地の相撲、ちょっと言いたいこと一個あるんだけど、相撲行きましょうか。なんであのテレビでさ、ちょっと話変わります、相撲、今から相撲に変わります。なんでさ、そのあのみんな奥歯に物挟まったようにことしか言わないの、とあんなテレビコメンテーターで、ね、テレビコメンテーターの人は知ってるから、はい、こんなの裏側に幼虫問題があるんでしょって、それみんな知ってんだけどな、そんなこと言えんテレビで言うわけないじゃないっていうこと言うわけ、あの要するに、まあこれは週刊新潮なんかで書いてある話だけど、こういうところは週刊新潮詳しく書いてましたね。それはだから、そういう私で言うと相撲協会を訴えるって言って、まあ抗議書は法的には訴えないんだよね。それでね、どういうかっていうと、要するに相撲で、まあ、ガチンコする派とそうじゃない派が、まあ、八百長っていうね、真剣勝負やる派か、そうそう、ガチンコとそうじゃないのがいるって、うんうんうん、それでガチンコする方のは貴乃花とか、まあ、稀勢の海なんかはそういう人たちで、それで貴乃花の下の貴乃岩もそこに入ってると、でもガチンコしない人っていうのはモンゴルの人なんかそうで、でもね、これはね、ある意味で私はちょっとね、学者でしょ、うん、あのね、ガチンコをしないっていうのも結構合理的なの。なぜかっていうとね、あの本当にガチンコしたらね、1年6場所を持ったら怪我人続出で、実はビジネスとして成り立たないです、これはだからあのプロレス見たら分かるでしょ、プロレス毎日やるから実はガチンコできないわけ、ただボクシングはね、年間1回か2回しかやらないから、ある程度ガチンコできるのね。だから昔だってあの明治の頃は2場所だったから、はい、2場所とか江戸時代も2場所だったから、それだとガチンコある程度できるんだけど、多くなったらそれはもう怪我人が出るってレベルね、だからある意味でガチンコを防ぐって、あのガチンコしないっていうのは力士の健康のためとかね、そういうような感じになってて、で特にモンゴルから来た人なんて異国の地に来てガチンコさせられてね、怪我しちゃったら元も子もないって普通思いますよ。だからどちらかというとガチンコしない方のな方に入っちゃうガチね、そうするとその間でお前あのこの間あの坂の岩が急にゴーンとあの箱を破っちゃったわけよね、それで記者の岩が優勝しちゃったでしょ、でももうその礼儀がなってないとかね、こういう話のように思えちゃうんだよね、まあ、はっきり言うと、というと言うってみんな言うけどさ、はっきり言うとモンゴル人同士が星の貸し借りしてるんですよ、と思われても仕方ないような、そういう検証が週刊新潮にありましたけどね。で確かにそのデータを見るとなるほどなと思わせておかれます。で、まあ、よく言われているのがモンゴル人同士で星の貸し借りです。ところは、鷹の岩というのはあの、師匠の鷹の花がもう絶対に真剣勝負の鷹と、八百長嫌いや、もう鷹の花自身は現役時代に八百長を全くしなかったらしいですね、で八百長嫌いや、でだから弟子にも八百長するなんて、でだからその鷹の岩ですか、それはそのモンゴル人協会の中でもモンゴル人相撲の間の中でも八百長しなかったと言われてます、でそれで、モンゴル人同士の仲間で、あいつお前ちょっと言うこと聞けよと、お前がもうわしらのルール破るならガーンって殴ったと言われてますよね。まあ、だからモンゴル人に特化するで、まあ、集会自身を書いたんだけど、私なんか実は、まあ、数量分析の立場だけね、そうするとね、あの相撲のデータって実はすんごい昔からあるわけ、はい、それでね、これ一般の人も感じてると思うけど、7勝7敗で千秋楽を迎えると、実は勝率がグイーンと上がるわけで、全力士で取るからね、これ昔から言われてますよね、平均は実は5割でなきゃおかしいんだよ、それなのに、私がちょっと最近ね、過去20年間調べると、7勝7敗で勝率は6割以上なんでね、それでね、このちょっとの差っていうのは実は説明できない、それでね、よく相撲の人する人はね、相撲 その専門家なんかはね、真剣勝負、モチベーションが出て、その火事場の出るっていうのは、これ結構嘘っぽくてね、それは そのくらいだったらね、簡単にデータで出てきちゃうわけ、そうするとね、最初6割でしょ、次のね、あの場所で同じ戦いを全部調べるんだけど、そうするとね、4割になるんで、ちゃんと返して、その次になると5割になるんだちゃんと、もうだからね、こういうの見ちゃう、それはね、申し訳ない、これ、ただね、誰と言いませんよ、モンゴルとか言ってんじゃない、ただ全力士の大きなデータで、ビッグデータってやつで見ると、6割が次の年4割になって、次の場所5割になって、これ説明ができないんだよ、これはどう、ちょっとね、そうするとね、
何パーセントぐらいの人がガチンコをしてて、うん、何パーセントぐらいの人が実は非ガチンコかってことも実は推計できるわけ。あちょっと残念ながらねそういうことになっちゃうわけ、ね、で私はでも、ね、八百長と言ってませんよ。じゃあデータを見るとどうも合理的に説明できないっていうことだけ言うだけなんです、数字はね、まあ、これはね本当にもう昔から言われてることでね、うん、なかなか証拠できない。 ね、あえて私は名前言いませんが、ある企業の時にほーっと思ったことある。まあ、昔、ものすごく強い横綱がおったんです、はい、折島さんのファンの人ですけど、はい、もうバレてるじゃないですかさっきお名前出てるじゃないですか。めっちゃくちゃ強かった、めっちゃ強かった。 でもこれはね現役時代から八百長しとったんじゃないかとどう言われてたんですでところが、一方でね、彼は確かに八百長もしてた可能性もあるんですが、実際八百長してなくても恐ろしく強かったという説もあって、そこが大事なんですよ。でそのこの力士はある時、すごい有名な戦いがあってね、そのある力士と戦う時にもうボロ勝ちしてんのになおかつ持ち上げて、あごめん興奮しちゃった、はい、なおかつその力士を持ち上げて落とした、ね、そのまま地面に叩きつけるようになったと。でこれはよく言われてるのは、その叩きつけて負けた力士は、八百長飲まなかった、うん、八百長してくれ言うたのに嫌だと、はい、寺尾関ですね、名前言いますよ ね、でそれに対して分かったと。ほんなら俺勝ってお前の真剣勝負やって勝たれて、普通の勝ち方しなかったですよ、はい、俺が本気出したらこのぐらい強いんだよということで、持ち上げてまで地面に叩けてるぐらいやっつけた。だからでもそれやったら八百長しないでも勝てるやんねんけど、はい、まあそれでも八百長した方が楽やし、あるいは万が一いうこともあるしいうことでやってたと言われてますね。八百長ってね、多分貸し借りっていうのもあるんだけど、怪我をするかしないかが重要、はい、ね、キセルの海なんてものすごい怪我するでしょ。キセルの海だからね、結構ガチンコと言われてる人って怪我の率高いの、はっきり言うと、ね、だからね、これはね、実はビジネスとして考えたら、私はだからこういう時に年6場所やったらそれは全部できないでしょと、はい、これはもうそのもう体の問題としてできないでしょというふうに思うだけ、はい、だから年2場所にして、それでまあ、そのまま審議だとか言っていろんなこと言うんだけど、それで審議だったら年に2回が当たり前ですよ、はい、春と秋ですよ、はい、そしたらそれでね、まあ、分かるんだけど、でもそういうことは絶対言わないで、たくさんやってて真剣勝負を求めるファンっていうのもちょっとこれアコギじゃないかなと正直と思いますよ、はい、だってそれは生身の人でね、90日ガチンコしたら怪我しますよ、普通はします。だからそれはちょっと本当にいろいろ考えるんだったら、こういう話をきっちり考えて、はい、で2場所で要するに末席が今1万円だけど3万円出してもいいって思う人いるかもしれないけど、それはそれでやればいいじゃん。そしたらね、本当のガチンコでしょ、はい、っていうかね、でもそういうの抜きにして、とにかくそのガチンコであるべきだとか、それでね、さっきね、ガチン八百長は1回3日ってるんだよ、2011年だった、はい、でこれはなぜ3日ったかっていうと、実はデータじゃなくてメールが3日ったわけ、メールが3日あるともうしょうがない。それであれはどういう位置づけになってるかっていうと、これは特殊であって過去一切ありません、はい、そういうふうに 言われるとね、本当ってみんなまず思うよね、はい、過去一切ありませんと、あれは本当 の、 特殊な話ですってそれは、はい、でもね、私なんかその後ねデータを見ちゃってね、いつもねそういう事件があった後ね、すぐねさっきの7勝7敗の率がガンと減るんだよだからね、そう、数字は嘘つかんだろうと、だからそういうね、建前の世界でテレビかなんかコメンテーターしてどのこうのって言ってるけどね、根っこにこの話があって、はい、その私なんか力士の健康問題からどのようにしたらいいかっていうことを言ってるだけなんだけどね、はい、そういうことをテレビ言ってくれたら分かりやすいのになと思うけどね、はい、まあ、僕なんかもう相撲あんまり好きじゃないんで、甘いですか、むちゃくだったりね、いや、まあまあ、だからどうでもいいんですけど、どうでもいいんですけど、やっぱり相撲好きな人はやっぱりあれですね、そのここ一番、例えば千秋楽の大一番とか、もう、はい、わこれ勝ったら次優勝決定戦なのかもしれないなとか、そういう緊迫感のある、そういうところで、実はモンゴル人同士が八百長しとったとか言われたら、やっぱりがっかりするでしょうね、はい、僕なんかどうでもいいと思うんですけど、八百長したくなるんだ、回数、年多すぎるからなのよね。だからね、ちょっとね、だからそれは多くやればそうなるし、だから今でも巡業って花相撲って言われるでしょ、それできるわけないじゃない、だから
それはそういう意味で、ま、真面目にやろうとすれば、うん、あのプロレスなんかも2種類あるわけですよ、すごくストロングであのなんかしたい、うん、それとあと、まあ、小的なのがあってね、でもだから小的なのを求めるんだったら力士の健康を考えなきゃダメ、もっとあの間を明かしてあげないと、それはきついでしょうと、だからそういう真面目な話してくればいいんだけど、4年に1回やったらいいねそうだよ、あれ なぜオリンピックがかなりガチンコで世界選手権かなんかガチンコになるかっていうと、うん、たまにしかやらないから、うん、たまにしかやらないんだったらちょっと怪我してもちょっと後休めばいいじゃない、うん、そういうので相撲できないじゃない、私気の毒な思ってるんだけどね、うん、ちょっと無粋な意見で申し訳ありません、とんでもないですよ、とんでもないです、もう非常に俺方なんかいいや、相撲好きなんやろ、いや私はもうただののんきな相撲好きとしてはもうひたすら耳に痛いお話ばかりで、ただそれは現実としてあるっていうことはね、あのですからその現実論とその建前論、あの精神論とそのスポーツであったりその神事であったり奉納の芸能だったりっていうのがそのごっちゃになりすぎてるところがありますよね、もう相撲興味ないんでねじゃあ次俺だってあの相撲が国技いうのは気に入らん、なんで国技やねんと誰が決めてあんな国技で、そこはでも百田さん、大麻の気配と飲みの少ねえのあの古事記の昔に遡るあのやっぱりこう神事としてのね、いやいやそれはええよ、神事としてやったら、さっき言ったら神事としてやったら、神事としてやれと、あんな銭儲けして、あんなもやつのデブばっかりやん、そのね、それはそれは太古の昔からデブがやってたんですよ、デブって言っちゃいましたけど、私もつい関西では舞台売れるね、いやいやいや、そんなことじゃこの辺でよろしいですか、はい、お二人ありがとうございました、はい、なんであのテレビでさ、話変わります。相撲今から相撲に変わります。なんでさ、そのあのみんな奥歯に物挟まったようにことしか言わないの、とあんなテレビコメンテーターで、ね、テレビコメンテーターの人は知ってるから、はい、こんなの裏側に幼虫問題があるんでしょって、それみんな知ってんだけどな、そんなこと言えんテレビで言うわけないじゃないっていうこと言うわけ、あの要するに、まあこれは週刊新潮なんかで書いてある話だけど、それはだからそういう形で言うと相撲協会訴えるって言って、はい、まあ抗議書は法的には訴えないんだよね、それでね、どういう形なんて異国の地に来てガチンコさせられてね、怪我しちゃったら元も子もないって普通思いますよ、だからどちらかというとガチンコしない方のな方に入っちゃうガチね、そうするとその間でお前あのこの間あの坂の岩が急にゴーンとあの箱を破っちゃったわけよね、それで記者の意味が優勝しちゃったでしょ、でももうその礼儀がなってないとかね、こういう話のように思えちゃうんだよね、まあ、はっきり言うと、というと言うってみんな言うけどさ、はっきり言うと、はっきり言うとモンゴル人、それもね、まあ、確かにそういう、まあ、一種ある意味そのみんなが望むものを出すっていうのはある意味こう健全でもあるんですがね、でもこの間例えば先ほどの冒頭で出ましたあのローテッド機構で ICBM 打ち上げましたね、これも大変な、これ もしかしたらもう間もなく戦争が起こるかもしれないような危機的な状況を、まあ、北朝鮮が出したわけですが、その時も朝から晩までテレビは相撲ばっかりですよ、まあ、例のその花幕寺の、はい、そのもうちょっと言いたいこと1個あるんだけど、進行したらね1年6場所を持ったら怪我人続出で実はビジネスとして成り立たないです、これはだからあのプロレス見たら分かるでしょ、プロレス毎日やるから実はガチンコできないわけ、ただボクシングはね年間1回か2回しかやらないからある程度ガチンコできるね、だから昔だってあの明治の頃は2場所だったから、2場所とか江戸時代も2場所だったから、それだとガチンコある程度できるんだけど、多くなったらそれはもう怪我人が出るってレベルね、だからある意味でガチンコを防ぐって、あのガチンコしないっていうのは力士の健康のためとかね、そういうような感じになってて、で特にモンゴルから来たというと要するに相撲で、まあ、ガチンコする派とそうじゃない派が、まあ、八百長っていうね、派がいて、真剣勝負やる派か、そうそう、ガチンコとそうじゃないのがいるって、それでガチンコする方のは貴乃花とか、まあ、稀勢の海なんかはそういう人たちで、それで貴乃花の下の貴乃岩もそこに入ってると、でもガチンコしない人っていうのはモンゴルの人なんかそうで、でもねこれはねある意味で私はちょっとね学者でしょ、あのねガチンコをしないっていうのも結構合理的なの、なぜかっていうとね、あの本当にガチン